Ni hao. Hola. Kumusta po kayong lahat? Bonjour. Mahalo. Kasumasa. Buongiorno. Konnichiwa. Kia ora. Hola. Salo palava. Apa kabar? Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1. Cairns Community Radio would like to thank the Community Broadcasting Foundation for its invaluable support for multicultural programs on Cairns FM 89.1. Multicultural programming on Cairns FM 89.1 does not reflect the views or ideas of management, staff or its volunteers. Waku Waku Japanese Radio on Cairns FM 89.1. 皆さんこんばんは、 DJ ジュンです。4月に入り、暑さもだんだんと和らいで秋を感じるこの頃でございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もですね、福島の方のインタビューを流していきたいと思います。今回は福田真宙さん、野村瑞希さん、そして佐川美代さんの3名のインタビューを放送したいと思います。先週から始まったこの福島の子供たちインタビューですが、おかげさまでですね、先週はこの放送は終わった後 YouTube の方に上げてるわけなんですが、早々にですね50以上のヒットがありまして、本当にこれは多くの方に聞いていただいているなと非常に嬉しく思っておりますね。本当にこれからも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。他はですね、いつものメンバーで、まずはエンジョイですね、使える英語を、お話しする久子さんとのエンジョイ、次が、みどりさんとのフリートークであるカフェトーク、そして最後はアジアのお話ですね、コモトークになっておりますので、よろしかったら最後までお聞きください。 Good evening, this is DJ Jun. I guess it's the weather is getting a little warmer. Not warmer, it's comfortably warmer now. I feel autumn coming. And this week, again, Fukushima interview will be done. This time I introduce Mahiro Fukuda and Mizuki Nomura and Mio Sagawa. Three Fukushima kids will talk about.And also we have Enjoy Talk to introduce useful Australian expression. And Cafe Talk, it's a free talk. And Coma Talk, it's free talk again, but we talk about the trip to Asia by Como. Please enjoy it. Waku Waku Japanese Radio on Cairns FM 89.1.インタビューコーナー。郡山市の中学1年生福田真宙です。と、私は東日本大震災は幻のように感じています。となぜかというと、本当に7年前の出来事なのに、なぜか昨日のように記憶がすごく脳に張り付いていて、怖かった気持ちもすごく不安だった気持ちも鮮明に覚えています。と、あの時は私はまだ小学校に入る前の年長の時で、みんなで昼寝をしている時だったんですけど、その時にすごく大きな地震が起きて、いつもの地震ならこう小さな余震があってすぐに大きな揺れが始まる感じだったんですけど、あの時は下からこうなんかゴーっていうすごい地鳴りみたいなのが鳴って、私それですごい怖い思いをしました。妹や弟がとてもまだ小さかったので、母や祖母がすごく必死にみんなをこう助けようっていう気持ちが小さい頃の私にも伝わってきました。小学生になってもやっぱ、なんていうんだろう、他の学校の人が体験していないこととか、モニタリングポストとか線量計とか、そういう言葉を福島の子どもたちは知っているっていうこととか、あとは東京とかの学校に転校して、その差別とかをいじめを受けたりしているっていうニュースが流れているのを見て、
私はすごい悲しい気持ちになりました。やっぱり福島の人とかその東北地方の人は一生懸命に今も復興に向けて頑張っているけれど、まあ、完全に元の福島とか宮城に戻るってことは、まあ、この先は多分一生無理だなって私は思います。まあ、放射能が降ったことによってもうそれは取り除けるものではないと思うので、まあ、元の福島に戻ることは難しいとは思うんですけど、それでもみんな一生懸命前を向いて頑張っていこうって私は思います。中学生になって私の国語の先生がすごく面白い先生なんですけど、いろいろ震災のことについて考える時間が多くて、と学習旅行でいわきに行ったんですけど、その時にも津波を体験した語り部さんのお話とかを聞いて、自分の視点だけで見るんじゃなくて他の周りの人からの視点から見ることも大切なんだなっていうことをすごく感じました。ケアンズに来て、たくさんの人に出会ってたくさんの人の意見を聞いて、すごく自分を育てられたなって思います。自分の視点だけじゃなくて本当に周りからの意見も取り入れて最終的に自分の答えを見つけることが大事なのかなってここに来てすごく思いました。で、日本に帰ってからも私はこのケアンズで学んだ人とのつながりを大切にしてたくさんの人と関わってもっともっと自分を育てていければなと思います。本当に楽しかったです。 I'm Mahiro Fukuda. I'm from Koryama City. Very enjoyed every day. I had a good time. I love Cairns. Thank you.福島市から来ました中学校1年生野村瑞希です。あの時の思い出は今でも鮮明に覚えてるんですけど、私はまだ幼稚園の年長で卒園するちょっと前ぐらいで、もともと卒園式は3月17日に行われる予定だったんですけど、それが3月30日になって来れなかった人も何人かいて、ちょっと寂しい卒園式になっちゃって、例年通りには行かなかったし、みんなに友達にも会えなかったし、本当にちょっと心細かった時期もあったんですけど、でも小学校に上がってからは本当に震災のこともあったけれど、やっぱ外で遊べないしプールにも入れないし、いろんなことがあったんですけど、でも友達と一緒に遊んだり中でもこうおしゃべりしたりだとかいろんなことしたりとかすると、本当に震災のことも忘れられるぐらい楽しかったので、私にとってはいい意味でいい経験ができたんじゃないのかなって思いました。その6歳でこういう経験ができたのは本当に貴重なことだし、確かにこういろんな人が亡くなって悲しかったこともたくさんあったけれど、自分にとっては本当に繰り返しになりますけどいい経験になったんじゃないかなと思いました。小学校に上がってからは本当にやっぱり外で遊べなくて、いろんな場所にも行けなくて、全然こうあんまり他の人が普通できることをできなかった時期がたくさんあったんですけど、でもその分室内で遊べるところを確保してくださったり、いろんな場所に室内で遊べる遊具とか場所を用意してくださった市とか県の方々には本当に感謝してます。本当にありがとうございました。福島で福島だけじゃなく本当に東日本大震災でもう東北の太平洋側の県の人たち、福島以外でも宮城とか岩手とかそこら辺の人もみんなこう被害に遭って、福島だけじゃないっていうのをこれを聞いた人に皆さんに分かってほしいなって私は思います。福島市は放射線がの被害が多かったあの原発から結構遠いところにあるので、福島市はそんなに被害は受けなかったんですけど、でも海の近くの沿岸部の人たちとか、あと原発から近かった市の人たちとか町の人たちは本当に大変だったし苦しかったと思うので、そういう人たちの気持ちとか
心とかを考えながら、これからもその震災を忘れずに頑張っていきたいと思います。とあとケアンズに来てからは、本当に福島ではあんまり経験ができなかった自然との触れ合いとか、いろんな場所に行ったりとか海に入ったりとか、そういう経験ができて本当に良かったです。本当にありがとうございました。と海に入ったのは私は多分初めてなんですけど、初めての海がグレートバリアリーフで、本当に貴重な体験ができたと思います。本当にありがとうございました。 My name is Mizuki. I'm from Fukushima City. Kyoto is beautiful city. Thank you very much. 福島市北新中学校2年の佐川美代です。私は震災の時、兄と2人でテレビを見ていました。その時に地震の速報が鳴って、それで私は怖くて泣いてしまって、だけどお母さんとかが大丈夫だよって言って、でなんかその後も余震が続いて、でその度に震えるっていうか、何が起こるかわからないっていう感じで、で原発事故があって、外でもなかなか遊べなくなってしまって、その時私はダンスを習っていたので、室内で体を動かすことはできたんですけど、外を見ると今まで遊んでいた子供たちがいなくなったっていうか、もう遊んでる姿がないっていうことに、なんかすごい悲しいというか、これからずっと遊べなくなるのかなとか、外に出られなくなるのかなとか、そういう不安が込み上げてきました。で私は保養に行っていて、その時にこう出会った人々はすごくいい人たちで、だから震災が起きなかったらこういう人たちとかにも出会えなかったのかなって思います。でなんかケアンズに来て変わったこと、自分でなんかあんまり詳しくは言えないんですけど、何か変わったなって思うことがあって、価値観とか物の見方がすごく変わったなって思いました。なんかこう資源を無駄にしてはいけないというか、こう改めて考えると、そういう植物からできてるものがたくさんあって、そのために植物が伐採されていて、なので無駄にしてはいけないなと思いました。放射能で、まあ復興に近づいてきているっていうのは、テレビとかでも放送されているんですけど、私の中ではまだ復興できていないところがたくさんあると思っています。除染された土がまだそのまま置いてあったりして、なんかこの土はどこに持っていくんだろうっていつも思ってて、であとは放射能、福島県産のものを食べてはいけないというか、少し不安がある。私の家族はなるべく福島のものは食べないようにしています。でも福島のものは前よりは果物とかは少しちょっとだけ食べるようになりました。すごいなんかケアンズの人たちもすごいいい人たちで、支援してくださっている方がたくさん言ってくださって、本当にいい人たちだなって思いました。本当ケアンズに来てよかったです。これからも福島のことをケアンズの人に発信していきたいし、ケアンズのことを福島の人に発信していけたらなと思います。 I'm Mio Sagawa. I'm from Fukushima. I'm happy. Thank you.
ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。 ひさこと、ジュンのエンジョイトーク、ね、というわけでね、今回逆にやってみました。どうでしょうか。あれ、ひさこさん声が変わったなって、ね、思った方はね、安心してください。ダミ声になっちゃったみたいな。失礼な。ね、いやいや、はい、じゃあ今回のテーマはどんなテーマでしょうか。はい、今回はですね、テーマを絞っての英会話表現ということで、うん、まあ英会話、今回のテーマは買い物。あ、買い物、買い物編っていうことで、いいですね、はい、はい、まあ、買い物で使いそうな一般的な表現を、うん、やっていこうかなと思いますので。これは使えますね、はい、使えるといいんですけれども。今までね、本当はこれが変えたかったのにとかね、はい、本当はこういうふうに伝えたかったのにって悔しい思いされた方いらっしゃると思うんですよね。買い物の時っていろいろ聞きたいこととかもありますからね。はい、はい、まずはじゃあちょっといきなりお会計のとこ行っちゃうんですけれども、いきなりお会計、うん、いきなりお会 計, お会計、はい、クレジットカードは使えますかって言いたい。これね、ま、今ほとんど使えますけどね。まあ、あっきりクレジットカード通じるけどね。そうそうそう。でもやっぱりもうちょっとね、やっぱりね。フルセンテンスをね、フルセンテンス使いたいですよね。これ確かテイクですか。Do you take my credit card じゃないですか。って僕は思います。テイクもあり得るかもしれないですが、まあ、通常use で使うで、本当にそのままストレートに。あ、そうですか。はい、あ、なるほど。Could I use credit card? あ、なるほど。あの、can I よりも could I の方が丁寧になるので、could I で言った方が、はい、まあ、大体お店で。もう何でもそうですね。家庭本にした方が。I will よりも I would とかね。ちょっと優しい感じの。はいはい、ね、家庭本ですから、ちょっと。できたら、みたいなニュアンスが入るんでね。そうですね。あの、would の場合ですと、will よりも、叶う、なんだろう。うん、将来に起こる可能性が少ない時にウッドを使ったりするんですね、うん、そうですね。だから I will go よりも I would go の方が行くか行かないか 50-50 だけど行くかもっていう感じでなりますよね、うん、そうですね。はい、で今回、まあ、この使えますかの場合も Can I よりも Could I use、うん、はい、Could I use a credit card で、このクレジットカードのところに自分が持ってるカードの名前を入れて Visa でもいいですし、そうですね、マスターカードでもいいですし、あとアメリカンエクスプレスは結構使えないんですよね。使えないお店多いですね。まあ、それかパーセントが高いってところありますね。あ、はいはい、うん、使えてもパーセンテージが高いっていう感じ、うん、だからお店契約してないとか多いのかもしれないですね。まあね、それは分かんないですよね、うん、業界のあれでコロコロ変わるんだね、はい、まあ、ビザはね、すごく使えるって印象ありますよね。はい、ビザ出したらほとんどどこでも使えますね、うん、はい、それから次はレシートをお願いしますとか、レシートをください、やっぱりね、後で、はい、もう何でしょう、リファンドしたいとか、ね、なんかあるときにレシートあった方が便利ですので、はい、まあ、この場合も Could I で始まって、で Have で全然構いません。 Could I have the receipt please、 この場合は please をつけてください。ここがやっぱりね、自然にね、レシートって言ってるけどね、はい、レシートって言っちゃうんです ね、 ですね、皆さんは発音がね、これは本当レシートとレシートって最初にレシートってくる、これがね、できない。レシートって言っちゃうからね。そうですね。レシート。R の発音はやっぱりちょっと唇をすぼめるような感じで、うん、そうそうそう、これちょっと聞きたかったんです、はい、口すぼめるような、すぼめるような感じにした方が、うん、って出やすいんですよ。すぼめる、口をこう平たいままだと、うん、平たいままにして舌をどこにも口の中のどこにもつけないで発音しようと思うと、うん、結構難しいので、うん、難しいですよ。唇すぼめる、日本人には多分なラあの R がないでしょ。 L はあるよね、日本語に。L も近いんですけれども、実際は日本語 の、 あの日本語のラリルレロは舌が弾けるんですね、うん、上の、歯茎、前歯の歯茎の後ろのところに舌がくっついて弾ける感じなんです。ラリルレロ、ラリル、あ、くっつくね、はい、くっつくけどすぐ離れるんですね、うん、でも英語の L は逆にくっついたままなんですよ、うん、あleft left、うん、left、 本当だ、はい、そのまま長く伸ばして left、 次の E はまたね違うの、 left、 でも left、 はい、left、 じゃあ日本語的に言うと left、 そうそう、日本語だとラリルレロでは left って left、 すぐ離れちゃう、すぐ離れる、うん、はい、すぐ離れないで伸ばしたまんまで left、 それが L でしょ。でも L です、はい、R はもう全然違うね、 R は、 R はもう全然違う、下は口の中のどこにもつけないようにして、うん、まあ、なるべく下の方に押さえ込んどいて、うん、で唇を丸めると言いやすくなる。わかる、それ、うん、
Right. Right. はい。そうなんですよ。ですよね。これやって練習して。これでも練習して、いやでもね、僕はねどうやって覚えたかというと、やっぱりまず That's right っての僕聞いたんですよ、はい、結構早い段階で、まあ、うん、結構いいじゃないですか、映画とかね歌でも、はい、That's right, right っていう、right、でよく出ますね、この That's right の ra が R だなって思ってたんですけど、うん、はい、なかなかでも難しいけどね、うん、で例えば That's right と言わないでしょ、言わないね、うん、That's right、うん、あこれが L だって思ったわけですよ、うん、だからなんか R が来たらこの例えばラフとかな、彼はなんてラフな人なんだっていうのを日本語だとラフって言っちゃうね、うん、そうなんですよ、すごくラフだよ、ラフプレイだよねって言うけど、うん、まあ英語だとラフプレイ でも言えるかっていう、うん、彼はすごいラフプレイって言った、このね本当にちょっとの違いでこっちの人、うん、分かんないんだよね、本当に分かんないんですよ ね、 分かってって言いたいぐらい、でも本当に分からないんですよ、分かんないんだよね、だからラフプレイって言ったら分かんないもんね、だからやっぱりその R をね、皆さんカッコつけてるわけじゃないんですよ僕たちは、ね、というわけで通じるためにはい、ここは R は、 R はなるべく今の、はいはい、説明のように、はい、発音してください、はいはい、次はですね、そうですね、まだレジのところの会話になりますが、重要ですからね支払いはね、はい、お釣りが違ってます言いたい、あこれは知りたいでしょう、知りたいね、たまに、まあ、あんまりないかもしれないですけど、よくあるよ、結構あよくありますか、ありますよ、ケアンズあるある、あるある、いやケアンズオーストラリアあるでしょこれはお釣り間違うっていう、ね、っていうか逆に数なんていうの足してって20ドルにしていくってあのやり方が私まだ通じお釣りをね返してもらうときに、うん、例えば20ドル渡すじゃないですか、はい、でお釣りが12ドル、例えば8ドルでお釣りが12ドルだとすると、うん、はい、2ドル渡されて10ってきて、その次に5ドル紙幣を2枚渡する、15、20って、うん、こう足していってはいって渡される、その足していくやり方がまだ私はやれない、うん、もう先に計算しちゃう、例えば15ドル20セントっていう時にさ、うん、20ドルプラス20セント払うとさ混乱するよね向こうが、なんで20ドルで払えるのに20セントを組んだ、いやだからこれ15ドル20の20端数を足すことによって僕5ドルとお釣りをもらえるよねっていうのうーっていう、うん、でも最近は何でしたっけ、レジスターが全部計算してくれるんで、うん、例えば15ドル20セントを使って20ドル払うと、うん、いやそうなんだけど、ポポって20を押すとポッて出ますよね、うん、出るんだけど、ね、渡した時に違和感が走るわけよ彼に、なんでこれなんで、あそんな人いますか、15ドル20なのに、うん、20ドルになんか20セント乗っけてくるのって絵面でも、あそう20ドル払えるよね、でもテタタタって値段を渡すと5ドル、うん、なるほど彼は5ドルで欲しかったのか、うん、あでもそんなに ありましたそういう見える時あります、あ年配の方に見える時ありますね、最近はねそのレジスタでやってくれるんで、はい、まあ、逆に言うとコールス の、 自動のやつあるじゃないですか支払うやつを、うん、はいはいはい、僕ねこの間の まさに同じで、15ドル20セントだから20ドル20セント入れたら、はい、思いっきり 5ドルが全部コインで出てきました意味ねえだろって ね、お札で欲しかったのにみたいなねお札欲しかったのに全部ジャーンってきた時にはやられたと思いました、あ機械も、ね、全く意味がなかった、機械も迷ったんでしょう ね、 それもね、この20セントは何なんだろうって迷って、それも、ね、そう20セントを入れたことによってせめてね5ドルが全部ゴールドコインならいいですよ、わ、うんうん、かります、はいはい、まあ、まだね、うん、1ドルが完全に10セントジャーってきたからね、しかも20セント入れたのに全部10セントきたからあれはびっくりしたな、あれは意味なかったですね、俺の20セントどこだ、うん、じゃあその逆にそれの時にその何ですか、セルフの時にはそういう余分な20セントとか入れちゃいけないってことですね、いやたまたまいや出る時もあるよ、あそうなんだ、あそうなんだ、そう、あれもだからもう向こうのなんかルールが、あコインがなかったんです、うん、紙幣がなかった紙幣がなかった多分ただそれだけ多分ね、うん、そういうことですね、ショックでした、はいはい、そうそうそう、はい、クエスチョンが何でしたっけ、はい、はい、お釣りが違ってます、お釣りが違う、はい、でね、これもやっぱりいきなり、うん、いきなり the wrong change って言っちゃうと、うんうん、とても失礼になるので、ここをやんわりするために、うん、I think っていう、 I think っていう思うんだけどっていうのを入れると、うん、やんわり返答が返ってきますんで、うん、I think I got the wrong change、うん、この wrong も気をつけてね、そうね、はい、long って言うと長くなっちゃうからね、長くなっちゃう、長いお釣りが来たってなっちゃうからはい、ですので I think つけるとやんわりになる、私そう思うんだけどっていう、
じゃあこれ今せっかく出たんで、はい、長いと間違いをちょっと発音やってみましょうよ、はいね、じゃあまず長い方はどうぞ long。 これ長い方の long ですね、long。 はい、じゃあ今度は間違いの方のどうぞ wrong。 はい、皆さん分かったでしょうかね。これはね、状況で分かるでしょうっていう気持ちも分かるんですけども、まあ、おそらく私これ ね、 ね、wrong な change ってここで長いはないだろうと思うかもしれませんけど、ね、なるだけ正しく発音するということで、そうですね、ね、うん、アイテムにも分かってもらいたいので、はい、分かりました、はい、では、レジから離れて、はい、お店の中で、まあ、ブラブラして、うん、何も別に買うつもりはないけど入って見てるだけって言いたい時ありますよね、はい、まあ、これ結構、まあ、その状況そのまま言えばいいんですけれども、うん、May I help you って来られたら、いや見てるだけですって、あ、これよく使うよ、よく使う、はい、これはよく使うよ、はい、うん、じゅんさんなんて言ってますか。まあ、大体皆さん just looking とか、そうですね、 I'm browsing とか、そうですね、はい、あ、もうそのまま、 I'm just wondering とか。wondering はちょっとね、まあ、冗談ですけどね、はいはいはい、まあまあ、ね、I'm just looking、 looking が一番いいんじゃないですか、うん、looking でいいですね、 just looking or I'm just looking で I'm も入れてもいいですし、その後に thank you って言えると、ね、まあ、うん、丁寧にもなりますし、ね、まあ、もちろん browsing いいですよね。これも商品をただ眺めるっていう意味でブラウジングよく使いますんで、はい、両方あちこち使っていただけるといいですね。これよくね使うんでね、僕ね結構ブラウジング見るだけ、もう見るだけだよ、買わない、もいや買わないだけじゃないんですけども、まあ、買いますよ、それはいいなと思ったら、あ、買うんですか、うん、いや買うんですか、まあ一応まず見たいなっていうのがあるんで、そうですよね、はい、はい、ね、使います、はい、というわけで今回も非常にね使える表現があったんじゃないですか、ありがとうございました、だといいですね、はい、はい、どうも、ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。カフェトーク。カフェトーク。あれと思ったね、リスナーの方はかなり聞いていらっしゃるということなんですけどね、今コモがズズってテーブルからテーブルにずり落ちた音が聞こえましたけどね。あ、やっぱりコモトークさんを意識した始まりだったんですね。そうですね、はい、コモトークの最初のコモトークっていうのを聞くのを楽しみにしてる人が少なくとも一人いるので、はい、はい、今確実にその一人も反応してます。あ、そうですか、はい、だから二人は今反応したと思いますよ。はい、あ、すごいポイントを攻めていきますね、二人ポイント、はい、いや、そういう始まりかなと思って、ありがとうございます。私なりに声張ってみたんですけど、やっぱさすがみどりさん、待てませんでした。みどりさんはすごいね、待てる人ですよね。ん？どういう意味でですか？相手の状態を待って、こう、はい、なんていうか、こう武士道のようなね。ああ、間合いを測って。間合いを測りつつも徐々に近づき攻撃をするというね、はい、宮本武蔵の極意ですよね。うん、なんかそうそう、どうやって始めるのかなって今日思いながら、うん、待ってたんですけど。やっぱり呼吸ですか、そこは。呼吸、そうですね。全然こういう風に始めるよって言わないじゃないですか、いつも。それはもう、この遠くでもそうなんだけどね、うん。こればっかりは。仕掛けてくるじゃないですか、純さん。そうですね。大体負けるやつですけどね、少年漫画だと仕掛ける方が、ああ先にバッと手を出しちゃって、もうこれもう少年漫画のパターンじゃないですかね、先に悪いことした人は必ずやられるっていうね、完全懲悪、悪いことじゃないじゃないですか、まあ、何か物事を始めた人が必ずやっぱりこう結果的にはあまりよろしくないっていう、これは日本社会における一つの黄金率ですからね。そうなんですか、みんな深い、男は黙ってっていうね、うん、時は金なり、ちょっと今違いましたけど2番目がね、うん、なんか今どこに向かってんだろうなと思いながら見てましたけど、まあ、久しぶりのねカフェトークなので僕もちょっとねまだねこうエンジンかかるので時間かかってる感じありますけどね、はい、はい、頑張っていきましょうお互い、ね、今回のちょっとテーマはね、はい、実は先週ね福島から子供たちが来てまして、あ、はいはい、で今年からこのワクワクラジオはインタビューを、まあ、することになったっていうのもあるんですけども、はい、まあ、ちょっとそれで子供たちを知りたいなっていうのと、はい、まあ一つ興味深いイベントもあったりで、結構僕何回もあったんですね子供たちに、うんうん、はい、
それでこう改めてね、やっぱりね、思ったのは、やっぱりこう、まあ、僕は福島の、まあ、福島というか東日本の震災があった時は、こっちにいたので、はい、あ、はい、オーストラリア。はい、オーストラリアにいて、で、その後結局僕は日本に2回しか帰ってないんですよ。ああ、そうなんですね。はい。で、だから、すごいこう、なんていうんですかね、福島という、言葉とか、その福島に住んでいる人っていうのが、どっかでこう、なんて言ったらいいのか、実感という意味ではね。ああ、うん。なんとなくこう、なんて言うんですかね、まあ、実感はなかったんですね、正直ね。はい。うん。で、それ実際その福島から来たというね、はい、子供たちに会うことで、はい。その何回もこう会って、そしてまあ結果的にはそのインタビューをしてね、はい。いろいろこう、お話をする中で、はい。なんかいろんなことがね、やっぱりこう、考えるきっかけになったんですよね。やっぱりこう、海外に住んでるとね、なかなか、やっぱり、そういう体験ってできないじゃないですか。そうですよね。いや、でも、そう、日本にいても、実際にそうやってお会いするってことは、私もなかなかなかったんじゃないかなと思うので、距離的にはね、こっちにいると断然近いんですけど、うん、直にそうやって会って話を聞くっていうのってなかなかね、貴重な体験というか、うん、なんかこう、で、その、なんていうんですかね、例えば東日本震災っていうふうになってもね、うん、こう、なんとなくぼんやりしちゃうんですよ、東日本っていう、まずネーミングもあるから。広いですよね。広い、すごく広いんですね。東被害もね、広かったですけど、ね。確かに被害ももちろん広かったわけですけども、うん、例えばそこにその、いわゆる地震の被害、はい、それと原発の被害っていう、こう、ね、またあるわけじゃないですか、うんうんうん。そして今度はその場所もあるわけじゃないですか。はい。で、それによって、例えば、ひどいところと、それほどひどくなかったところの、はい、例えばその差とかもあるし、はい、なんかそういうのがやっぱりこう実際に子どもたちに会って子どもたちのリアルな言葉を聞くことで、はい、それがその現実ベースで落とし込まれるっていうのを、うんうん、体感したんですね。だ今回僕は、うんうん、それが結構インパクトがあったんですよね。そうですね。あまりああいう声ってなかなか入手できないじゃないですか。まあ、特にこちらにいるとね。僕知り合いもいないんですよ、実は東北に。はい。だからそのそうですね、はい。そうですか。だからこう知り合いがまたいるとね、やっぱりそういうところからね、うん、こうだよああだよって話も入ってくるし。はい。やっぱいないとね、やっぱそういう話っていうのがもうメディアに頼っきりになっちゃうので。そうなんですね。メディアね、有名な話とか、メディアに乗りやすい話とかばっかり聞こえてきちゃうんですよね。で、今回すごく思ったのは、まあ子供たちっていうのもあるからね。はい。その、ある意味で、バイアスがかかってないんですよ。うん。それと、うん、特にそこにこう、落としどころもないんですよ。落としどころっていうか、例えばこういうことを話すことによってこういうことを伝えたいんですっていう話もあれば、あれば、ふと喋った言葉に、ある種のこの、ドキュメンタリー的な部分が出たりすることが、はい。あるんですね、はい。本当の生の声ってことですね。そうですね、そうですね。うん。だ子供たちはもしかしたら意識していないけど、こうやって喋ってる中で、うん、ああ、というね。ことだったり、まあ、例えば子供たちが喋るその情景あるじゃないですか。はい。うん。例えば、すごく昔は外に出て遊んだのに、今は、まあ、体育館の中だから、体育館の外から、こう、外を見てたら、ああ、前は遊んでたのになーっていう、その言葉の中にすごいこう、なんていうのかな、もう、彼女の中ではそれはもう日常になってしまったけど、非常に非日常的な描写、じゃないですか。その際がね、やっぱりすごい、くっきり見えます、ね。くっきり見えるんですよ。もう本当にこう、なんて言うんだろうね、それを日常としてしていかなければいけない、はい、ということに、こんな小さいね、はい、まあ小さい言うても中学生ですけども、まあでも、でもね、実際、
まだでも、ずっと震災になるからずっと子供時代を過ごしてきて今中学生なんですよね。そうですね、まさにそうですね。だから大体実際起きた時には幼稚園の最長組とかですよね。そうなんですよね。だからすごいこう、なんていうんですかね。まあ、あとはそのインタビューの中でも出てきた表現で本当忘れられないのが、はい、その子は震災が起きた時に橋の上にいたんですって、はい、でもう尋常じゃない揺れだったから、うん、もうその小学生ですよね、多分小学1年とかかな、はい、でお友達2人でこう帰っている時に急に揺れが来て橋の上にいたから、うん、あれこれはちょっといつもと違うなっていうんで避難して、はい、でそのまま近くのコンビニに入ってたらしいんですよ、はい、だコンビニには結構もう大人もいて、はい、なんだけどもう棚のものがもうボンボン落ちて、あ、なんだこれって言ってる時に、はい、その大人の人が持ってた携帯から、はい、聞いたことがない音がしたって言った時に自分すごいゾクッとして、あ、もう連鎖的に起こる時ってどうしていいか分かんないじゃない、はい、うん、地震があって避難したそこでもまだ起きて、はい、そしてそこの携帯から聞いたことのない音がしたっていう、なんかもう想像したらもうゾワッとしてね、うんうん、でそういうやっぱり描写が子供っていうのはすごく正直だし、はい、大人ってやっぱりそこになんか、なんつんだろう、作為っていうかストーリー性とか、うんうん、順序だってとか論理的、まあ、もちろん論理的に喋ってるんだけど、まあ、整理しちゃうんでしょうね、整理しちゃう、うん、分かりやすいように、うん、そう、だから子供たちのそういう話っていうのは、ふとね、その時のその現実っていうのをぐるっとね、えぐり出すようなね、感じがあるから、うん、自分もこうやってラジオをやってるおかげでね、そうやってまあ、インタビューする機会もあったから、はい、余計だったんですけどもね。特に今回僕インタビューしようと思ったのは、はい、特にそういう、まあ、大体皆さんこう、子供たち全員で発表する機会があったから、はい、ちょっとインタビューではもう1対1にする。うん、そうそうそう。ちょっと いつも一緒だし、まあ1対1でっていうのと、あとアーカイブに、はい、アーカイブというかその記録として残したいな、はい、せっかくこうやって話してくれる話だから、うんうんうん、記録として残せばね、子供たちも、あの時ケアンズ言った内容を、5年後、10年後、それこそ30年後聞いたら、ね、また新しい発見があるのかな、みたいな感じで、最初説明をしてね、だから、イメージとしては、もう何十年後にね、聞いて、あの時自分こんなこと考えたんだっていう声が聞きたいから、っていう話をして、とにかくもう、上手にやる必要もないし、全然、急に黙って考えたりしても全然あれだから、とにかく自分が思ったことを話してくださいっていう話でやったんですよね。うん、生の記録って感じですね。そうですね、はい、ね、というわけで時間がやってまいりましたけど、今回のカフェトークはなんかね、こうあれですね、はい、大人のトークのような、そうですね、いつもは何なんだっていう、ね、いつもは自由な感じでね、はい、もう今やコントークかカフェトークかっていうね感じになってますけど、はい最近エンジョイトークもそんな気がないもん。何でしょう、それでもそれを考えるとジュンさんがそっちの方向に、そうですね、これは数学的に言うと確実にその3つに共通してるのは私ですから。そうですよね。導かれた。導かれた、確実に、はい、それでは今週もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ワクワクジャパニーズラディオオンケーンズ FM89.1。 コムトークが始まる前に、一つお詫びがございます。今回コムさんのアジア編ということで3回に分けて録音したんですが、間違って1回目を消してしまいました。申し訳ありません。ということなので、先週の放送が第2回目になります。リスナーの皆さん、聞いていてちょっとつながらないと思った方がいらっしゃったかもしれませんけども、大変申し訳ないです。私のミスで1回目を消してしまいました。そして、本当にコモさん、本当に申し訳ないです。ということで、今週は第3回目からスタートになります。
ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。 いっせーの、コモトーク。ね、仲いいね最近ね、本当にね、やっぱりあれかな、コモさんもアジアに行ってちょっとこう大きくなったのかな、それでも俺が大きくなったんじゃないのかって話ありますけどもね。はい、というわけでアジア旅行記、コモさん第ね、今回3回目になりますけどもね、3回目行っちゃったね、行きました。第1回目がバリー、そして第2回目がバンコクとチェンマイ、そして第3回目はどちらでしょうか。ラオスのルアンプラバーンでございます。ラオスね、このラオスっていうのがね、うん、やっぱり意外にマイナーなと思うんですよ、うん、ま、あ、そうです、マイナーという、まあ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 、あの辺の国の中では割とマイナーの方かもしれないね。正直ラオスって言ったら、うん、あ、聞いたことあるな、でもじゃあラオスと何って言ったら結構みんな知らない、知らないね、知らない。例えばラオスの首都って言っても知ってる人あんま少ないと思いますよ。あ、ビエンチャン、ビエンチェン、ビエンチャン知らないか。いやいやいや、知ってる人は知ってるけど、まあ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 、例えばほらタイだったらバンコクとかね、うんうん、あのベトナムだったら、ハノイって出るじゃないですか、うんうん、今出ますけど、カンボジアでもプノンペン出るかな、うん、でもこれ出るかな。ラオスビエンチェンは出ない、個人的に出ないか、どうなんだろうみたいな。あ、そうです、うん、でもやっぱりあの、うん、僕はあのちょっとね、うんうん、あの興味があっていろいろアジア の, あの椎名誠さんのね、うんうんうん、本とか読んであの知ったんですけども、結構あのラオスってのはフランスのね香り高きというか、まあ、特にルアンプラバーンなんていうのは ね, あのねフランスのあれが残ってるって言われていて、非常になんともアジアの中でもちょっとこうね、あの独特の雰囲気があったりで、自然もまだ残っていてみたいな、うん、まさにまさにそんな感じ。どうでしたか、行かれてみて。あ、で行ったのはルアンプラバーンですね。そう、ルアンプラバーンだけです今回は。なるほど、飛行機ですかそれは。ね、それこそほらちょっとチェン、てかタイの話に戻っちゃうんですけ どチェンマイからそれこそあのほらまた寝台、はい、寝台列車とやらに乗りまして、そっからあの、まあ、一晩かけてバンコク戻ってくるじゃないですか。でバンコクから飛行機でルアンプラバーン行っていう、なかなかでしょ、なかなかでしょ。それはちょっとね、裏技ですよ。裏技、そうでもないよ、結構寝台乗りますよ。なぜかというと、うんうん、僕が前にあの、いやいや、アウトじゃなくて、うん、あのアジアのね、あのそういう旅行を売る会社で働いていた時に、だいたいそのチェンマイに行ったら、そこから川で、パクセーとかいうとこかな、あ、行けます、覚えてんな俺、うん、パクセー経由で川で行って、そっからビエンチェンなりルアンプラバンに行くっていうのが、うん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 、悪いと結構あのパターン化だったんで、うん、あ、チェンマイに行った瞬間に、あ、じゃあその川から行くのかなと思ったら、まさかのこのバンコクに戻るっていうのがあったんで、おー、うん、と思ったんですけども、あのね、昔はそれこそ何だっけ、それこそ川をね、あのちっちゃい船で渡って入国って形だったんだけど、今ね、橋できちゃったんだよね。あら、あ、分かんない、いくつかもちろん国境あるけど、私あのチェンマイから行けるところ、車で行ける範囲の国境はそのラオスとのね、は今その橋渡るっていう、なんかね、あんまりロマンがない、ロマンないね、いや失礼なんだけど、 いろんなもの運べるからいいんだけど、うん、旅人としてやっぱ船で渡りたいのがあるじゃない。もちろんもちろん、その商品のそれが肝だったから、その川で国境渡るっていうね、なんともね、うん、このそう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 、うん、が良かった、橋できたんね。まあまあ、その代わりちゃんとパスポートコントロールもできたから、分かりやすいし、うんうん、いいこともあるんだけど、まあね、だからまあまあそれができないので、だったらもうせっかくだから、やっぱりほら、あのうちの親戚の子寝台乗りたいって言ってたから、うん、寝台で帰ってマンゴーから飛んじゃってもいいんじゃないって話になったの。あ、なるほどね、うん、そうなんですよ。そうなんですか、うん、まあまあ、それでじゃあ、まあいきなりまあルアンプラバーンに着いたと。で、まあ、このルアンプラバーンっていうのは先ほども言いましたけども、まあ、僕もまああのそのまあ勉強とかした時に、非常にそのね、フランスのあれが残っていて、ね、街並みもそうだし、うん、その出される料理とかそういったものも非常にそういったのがあるというのを聞いた、ね、どうでしたか。やっぱりあのもうベタだけど、まあ、あのフランスパンっていう の, あのバゲット的なものも普通に美味しい、うん、あ、なるほど、どこで食べても美味しい、うんうんうん、ちょっとこう女性誌に出てくる感じの、そう出てきそうだね、結構あれ女子がヒーヒーするやつね、うん、本当のアジアに私行ってきます的ななると、もうルアンプラバンみたいななるんかな。でも結構日本人多かったですよ、うん、あ、そうなんだ、なんかね結構最近人気みたい、うん、で学生さん、なんか大学生の卒業旅行とか、あと結構うちの親ぐらい、それこそ60前後ぐらいのご夫婦とか結構いたかもしれない。なるほど、うんうんうん、で何をされたんですか。もうゆったり、何泊ぐらい、ゆったりした、もう3泊ぐらいしたか、3泊したかな、そんなにしたんだ、うん、あ、なるほど、いや、よかったですよ、よかった。何がよかったって分かんないけど、もう時間の流れもゆっくりだし、まず人かな、
私人嫌いだ、人嫌いというか人怖いんですけど、うん、人怖いんですけど、人見知りなんで、うんうん、その割には僕に当たりが強い。まあ、それすいません、ごめんなさい。リスペクトも込めてますから、潤さんには。だって、潤さんがいじめっ子なんだもん、すげえ怖いですよ。本音が出ちゃったけど。今、バンビエンじゃない、ブルーアンプラバンの話です、ね。あ、そう、ごめんなさい。話戻しましょう。あ、そのわけで、ね。人嫌いにはいいと。人嫌いにいいですね。人嫌いって、人嫌いにっていうよりも、時間が言ったりしててね。時間が言ったりして、もう人が穏やかな人が多い。多いよね。まあ、いろんな方いるけど、うん、基本的になんかシャイで穏やかっていうか、あんまりこう、なんか、なんだろう、例えばアジアの街歩いてるとタクシーどうとかさ、ツアーどうかとか言ってくる人いっぱいいるでしょ、うんうん、そうね、もう推しがめちゃめちゃ弱い。弱い。だってあそこあれでしょ、うん、宅発のお坊さんとかがいるでしょ。そうそうそう、いわゆるオレンジの袈裟を着た。そう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 、ね、そう、あ、毎朝。そう、あれが、そう、それがまたいいんだよね。なんか風景とゆったりさ中にお坊さんがこう常に歩きというね、穏やかな感じでしょ。そうですね、お坊さんは普通にいらっしゃるね、うん、それこそ若い、うん、若い、それか小学生くらいの子かな、前からも年配の方までいる、うん、マルコメみたいな、マルコメ、マルコメ原則みんなマルコメです、みんなマルコメ、マルコメインオレンジみたいななるほどね、そっか。で、僕覚えてるのがそのルアンプラバンもそうだけど、だいたいそこからさらに南に行って、今度、うんうんうん、バンビエンっていうね、町があってね、そこがね、なんかね、まあ、今度機会があったらば、うん、いいと思うんですけども、はい、いわゆる中国のはい、ハーロンベイって言われてるんですよ。陸のハーロンベイって確か言われてたのかな。ああいうほら、あれじゃん、ま、山、山々が、ね、結構あってね、でもそれ陸なのよ、陸地にあるって感じね。ハーロンベイってのは海でしょ、海にああいうモコモコした山があっていう山がある有名な場所じゃないですか、ハノイから近いね。それの山のハーロンベイっていうのがね、確かそのバンビエンっていうところで、さらに南に行ったところにあって、さらに南に行くと、なんかね、サウザントアイランドっていうね、非常に魅惑的な、僕島フェチなんだよね、実はね。あれ、うん、島フェチだったの。島フェチ、島があったら島があると上陸したくなるんで、島フェチなんですけども。本当にサウザンアイランド、千の島があるっていうね。ほう、うん、絶対ないんだけどね。でも僕その誇張は好きなんで、まあまあまあ、まあ、数えたら多分100もないだろう、まあまあそういいんですけど、うん、要は川の あれ多分その下流だから、はいはい、で下流じゃないか、中流ぐらいか、まあまあでも結構広い川っちゃい、ね、うんうん、広い川っちゃ広い川よ。だんだんそっからまた大きくなってくるんだけど、うん、まだ結構勢いはあるんだよね、うんうん、そこで椎名誠さんがね書いてるんだよね、ずっと釣りをしている人がいるっていうね、ほう、うん、話で出てくるんだけど、すごくもっとさらにもうのんびりしてゆったりしてるんですよ。はい、だ結構ラオスは、ベトナム、大体王子ってね、ベトナムに行くんですやっぱり、まあ、ベトナム側もダントツで人気があって、うんうん、でベトナムが気に入ったら、じゃあ今度はもうちょっと静かな、うん、もうちょっとこう本質的というか、うん、っていうとラオスに行くっていう流れだったんだけど、うんうんうん、僕がちょうど働いてた頃も、もう5年前になるんですけども、うんうんうん、ちょうどねミャンマーが開いた時だったんですよ。あ、そうやね。そうそう、みんなミャンマー行っちゃった。もうみんなミャンマー行っちゃって、その年のラオスがカックン落ちて、あ、そうですか。そうで、そのみんな朝のそのミーティングとかで、うん、これはミャンマー効果だって言ってた。そうじゃなきゃラオスがこんな落ちるわけないって言ってね、ラオス担当のセールスが冷や汗かきながら言ってます。これはラオスのチームの問題じゃなくてミャンマーが。ひらひらちゃったからね、すごいね、うん、結構ねエリアでみんな営業担当がいたからね。あ、そっかそっか、エリアのセクショリズムの戦いがすごくてね、もうミャンマーは左打ち屋でね、もうすごい売り上げ上げてたからね、ミャンマーの様子はガンガン押すんだけど、その代わりもラオスがこう冷や汗かきながら、いやすごくいいとこなんだけどみたいな。あ、それ国ごとに担当がいるってこと。国、僕のその会社は、あ、まあ、国ごとですね、はい、そうなんですね。国ごとの中でも、うん、例えばベトナムとカンボジアとベトナムとカンボジアとラオスは一緒とか、そういう、まあ、あったんだけどね、うんうん、あったんです。だからすごい攻防がありましたよ。でも本当にミャンマーすごい開けた瞬間から、ミャンマー人気ですよね。やっぱり今まで閉じてたし、あとあそこはイギリスの植民地だったから、ちょっとやっぱね、うん、イギリステイストがあるっていうんで、やっぱり王子ね、イギリスの影響強いから、アジアの中にイギリスが見れるっていうね、イギリスって植民地時代にイギリスの名残って言うと、もうカーンって言っちゃうわけよ。キャーって見たい、スコーン食べちゃうかしら、イングリッシュティーでみたいな、よくわかんないですけどね。よくわかんない。それあるんじゃないの、やっぱりほら俺らだってあるじゃん、日本をちょっと見ると、例えば、ベトナムの真ん中に本屋ってあるでしょ。あります、ね、あそこに日本橋ってあるんですよね。うん、俺それ見た時、うわ日本橋。そう、当時から実は日本って、はい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 、朱印船で行ってたから、
その結構だからもう結構昔に作ってるって聞いたら、うわーって思う。確かにあるよね、時刻、時刻の何かを見てみたいっていうのはある正直、うん、でも全然おじいは何ジャパニーズブリッジでみたいな。あ、そうよね、そうなるよね。それで、あ、これミャンマーのあれかと、あれかと、うん、思った次第でございますはい、というわけで時間が経ちました。嘘、全然話してないじゃん。なんかミャンマーで落ちるのこれ。ミャンマーで落ちない落ちない落ちない。もうたっぷりね、ルアンプラバンのね、本当にこう目を閉じると今でも浮かんでくる。俺は言ってないっていうね。ね、本当あのマルコメ。マルコメ、マルコメミャンマーで落ちて。まあいいや。はい、また来週。はい。また。ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。それでは皆さんお待ちかね、ケアンズあるある行ってみたいと思います。ケアンズあるある、今から行くよ。ケアンズあるある、今から行くよ。グリーンアンツ一度は食べたことがある。はい、まさかのグリーンアンツ2連覇ということでね、先週から引き続いてグリーンアンツあるあるになってますけどもね。そうなんです、皆さん、僕実はあるある言ってて自分のは食べたことないんですけども、どうやら結構ケアンズにいらっしゃる方は一度は食べたことがあるというねことを知りまして、でちなみにあの先住民のインディジネスの方々は、これは重要な、栄養素としてあのグリーンアンツは食べているそうです。ビタミン C が多いって言ったかな、あのねところに、あのっていうか、あの何ですか、あの膨れたあのところ、あそこが結構あのビタミンが豊富だということで聞きました。でこれは僕は本当にねびっくりしたんですけども、どうやらね今ね昆虫を食べるっていうのがちょっとしたブームまで行ってないんですけども、動きがありまして、まあ、アメリカなんかでは結構そのヘルスショップというか健康食品のところにあのグラスホッパーの、なんですパウダーだから、バッタの粉末ですかねが販売してるっていうね。まあ本当に僕は小さい頃ですけども、あのお弁当にね、あの未だに覚えてるのがね、イナゴの甘露煮を持ってきた子がいてね、パカッてお弁当開けて僕の隣で食べてたんですけどもね、あのパッてお弁当開けたらね、あのご飯の真ん中にイナゴの足が乗っかって見た時は悲しい思いがありましたけどもね、もう今やそれがアメリカで売って健康食品のね、あの一番クールな感じなんで、イメージっていうのはね変わっていくんだなと思いました。今週もワクワクラジオ最後まで聞いていただきましてありがとうございました。 Thank you for listening ワクワクジャパニーズラディオンケンズ FM 89.1. This is your mouth cultural program. Thank you for supporting us. We have program before the ワクワクジャパニーズラディオ。 It's called Excuse my French, it's French program. And after our program, you will have Cook Island program. Thank you for listening and see you next time. それではまた来週まで。さようなら。